分が高校の時に持ってた資格を、まあ、地元で活かせる企業を探したところ、まあ、北斗株式会社がありましたので、そこに受けさせていただきました。装置内の配線、電気配線ですね、そちらの方を主にやっております。すべて、まあ、電子化ということで全然知識がない中でしたので、まあ、一からお勉強ということで、まあ、日々勉強しながら、まあ、先輩の姿も見ながら仕事をやっています。高校がですね、黒沢尻工業高等学校だったので、その知識経験を生かしたいなと思いまして、この会社を受けました。マシニングセンターという機械を使って私は加工をしています。まあ、メインではアルミ、あとは樹脂を加工しています。失敗する時もあるんですけども、失敗してなんで失敗したんだろうってこう考えて、完成やっとできたという完成ですか、完成した瞬間の達成感、やっぱりそれが一番のやりがいを感じる時ですね。もともとものづくりが、好きだったので、まあ、こういった製造業というか、ものづくりに携わる仕事に就きたいと、思って、就職しました。構想とか見積もりを出す業務が主になってきてますが、まあ、以前はその機械設計ですね。実際その設計してる時は結構何でしょう、時間もかかるしきついんですけれども、だんだん形になっていくと、まあ、自分 の考えたものが形になっていって、それがまあ思い通りに動いたりすると、そこが面白いところです。本当によく頑張ってると思います。その中ですね、うちの業界っていうのは非常に進化のスピードが速いもんですから、常に勉強、そういったところですね、そういったことも忘れずに一生懸命頑張ってると思います。人間関係が一番いいと思います。やっぱり結構アットホームっていうわけじゃないんですけども、やっぱり皆さんよくしてもらっているので、結構まあふざけ合ったりっていうレベルではないんですけども、結構ワイワイ楽しくやっていますね。はい、休みの日は、まあ、買い物行ったり、観光地とか、頻繁に行ってます。趣味の方のダーツや、まあ、釣り等を行っていますね。電気配線の方をやっておりますので、これからはまあソフト設計や電気図面のハード設計と行っていきたいと思います。経験と知識をこう、まあ、積み重ねていって、まあ、いずれは役職を持ち、責任のある立場に人になっていきたいなと思っています。若い社員をこう増やして行って、もう大企業の企業にして周りの人に、まあ、自慢したいというのが私の目標です。完成品まで一貫して行っているってことです。企画、提案、設計、加工、組み立て、それから現地での立ち上げと、そういったことがですね、それぞれ のスキルの集まった人間が協力し合いながら完成品までこぎつけるというところでございます。それ多分そこが最大の喜びでしょうね。みんなで喜び共感できるというところですね。自分に一番向いている、そして自分が一番やりたい仕事をとことんやりたいという方がいいかと思います。時には叱咤激励を受けながらですね、本当に向上心の持った方、それで自分の技術を生かし、そして人を笑顔にしたいというふうなですね、思っている方なんか本当にいいんじゃないでしょうか。